MMR 昼でも夜でもおはようございます。ムーンミュージックルーム室長、カメレオンシンガーソングライターのヒロです。1年間をオリジナル動画とともに振り返るシリーズ、2022年の後編です。今回は9月から12月まで。オープニングエンディングの BGM はオリジナル曲ステラのアコギインストバージョン。各種リンクは概要欄に書いてあります。では各月に投稿した曲の紹介と、その月に音楽に関する出来事で何があったか、これを語っていきます。9月バックナンバー、バンドアレンジで人気ロックバンドバックナンバーを意識した曲ですね。まあ、本当はタイトルもうちょっとひねろうかと思ったんですけど、まあ、ちょっとこっちの方が、まあ、バックナンバーの曲かなと思って聴いてくれる人がいるかなと浅ましい考えがありまして、このタイトルになりました。まあ、本当にオリジナル曲はね、聴いてもらえないですからね。聴いてもらえないと始まらないんで、勘違いでも何でも聴いてくれれば、これ結構ね、そのタイトルちょっとふざけてますけど、曲自体はかなり自信あるやつなんで、まあ、色眼鏡で見られるようなタイトルにこっちがしてるわけですが、まあ、ちょっと色眼鏡を外して聴いてもらえたら、見てもらえたら嬉しいなと思います。で、音楽的な出来事で何があったかというと、ウクレレをですね、ちょこちょこ、まあ、再びというのかな、弾き始めましたね。弦を交換したりもして、あとはですね、1ヶ月遅れなんですけど、自分への誕生日プレゼントを買いましたね。これメガネなんですけど、まあ結構ライブとかでもね、今後着用していくんじゃないかなという感じですね。あとはですね、配信用のマイクをずっと3桁円のものを使ってたんですね。数百円の、それをですね5桁円のマイクにしました。まあ配信は今後もやっていくと思うので、それなりのものにした方がいいだろうと。まあその数百円のやつも全然悪くないんですけどね、なんか空気感をすごい出してくれるというか、まあそんな月でした。10月、トリックオアトリート、10月なんでね、ハロウィン曲ですね。これは弾き語り風アレンジバージョンで、すでにバンドアレンジというか、いろんな音を加えたバージョンが投稿してあります。まあ弾き語りの方がハモリがすごくよく見えたり聞こえたり、まあ弾き語りじゃないと出ない味というのもねあったりするんで、まあ両方楽しんでもらえたらいいなという感じですね。で、曲的には結構人気曲っぽいですね。何を言ってるんだっていうところあるかもしれないですけど、自分だとどの曲も結構好きなので、あ、この曲がこんないい反応なんだっていうのは分かんないんですよね。どの曲もいい反応でもいいだろうというぐらいな感じで頑張って曲は作ってるわけなんですが、そして音楽的な出来事としては、サブスクで、新曲配信ですね、長い話、こちらのシングルを配信開始しました。ちなみにソルティシャワーというバンドでエレキギターを私弾いてるわけですが、ソルティシャワーのテーマという曲もシングルリリースしましたね。あとはガールズというボカロアルバムも密かに配信開始してます。他にはですね、ちょっとぶりにオープンマイクに行きましたね。飛び入りイベントです。いきなり行ってちょっと歌えるよってやつですね。そして11月、 Going My Way デモ音源ですね。私のバンドソルティシャワーでやってそうな曲というか、まあ、3コードで作ったすごいシンプルでメッセージ性が強い曲です。まあ、本当にねソルティシャワーでやるかもしれない、どうなるかはまだわかんないんですが、まあデモ音源だけあっていろいろ青いんですが、まあその瞬間感じたものが形になってる感じで、まあ今となっては多少愛おしさもあります。音楽的な出来事としてはオープンマイクに行ったり、あといろいろ打ち合わせをしたりしてましたね。こう水面下で動いてることっていうのはですね、なかなかこう伝えられなかったりするので、もどかしさがあったりします。まあ結局その日の目を見ないで終わる企画とかもあったりするわけなんですけどね。そんな感じの11月でした。12月、パパヤパクリスマスバージョン、これまたデモ音源発掘シリーズです。オリジナルはですね、ボサノバで夏っぽいんですよ。で、これはバラードで冬の歌詞にしたバージョンですね。まあオリジナルがですね、まだ発表されてないのにアレンジバージョンを発表しちゃうという、この何とも言えない感じがヒロっぽいのではないかと思うんですが、そうそうそうだよねというほどですね、私のことを追いかけてくれてる人がいるのだろうかという、まあ悲しい現実があるわけです。まあそのうちですね、オリジナルバージョンもレコーディングしてお届けしたいですね。まあ、サブチャンの方にですね、まあ、YouTube のサブチャンネルはライブ演奏したものが主に投稿されてるんですが、そちらではもうオリジナルバージョン投稿してたりしますね。まあ、とはいえギター1本なんで、まあ、この曲はですね、いろいろシェイカーとかですね、なんかボサノバ感を出した方がいいので、まあ、早くレコーディングしたい気もします。早ければ2023年夏、遅い場合は
いつになるやらって感じです。そして音楽的な出来事としては2020年代になって初めての電車旅をしましたね。まあ、これは2023年にもかかってくるわけなんですが、まあ、直接音楽と関係なさそうなんですけど、この旅の思い出が曲になったり、ここでいろいろ撮影したものがですね、素材となって後々動画で生きてきたりするわけですね。まあ、こういうインプットの時間期間っていうのは非常に大事です。あとはですね、断捨離をしましたね。あの昔の音楽関係のものとかをですね、あのパシャパシャと画像に撮って、そしてさようならという感じで、まあ、何でもかんでも撮っておけばいいというものでもないですからね。そんなこんなで2022年はですね、有観客ライブやるぞと、まあ、2021年年末言ってたわけですが、結局できなかったですね。まあ理由はいろいろあるんですけど、シンプルに言うと私の身近な人はまだまだコロナがちょっとって感じで、まあご飯に行ったり遊びに行ったりっていうのはちょっと遠慮してるんだよなんて人が多いんですよね。だからせっかく有観客ライブをやったところで誰も来ないんじゃ何の意味もないので、やるに至らなかったと、そういう感じです。まあ、2023年こそはやりたいですね。ぜひとも遊びに来てください。はい、いかがだったでしょうか。この企画への感想などコメントをぜひ残してってください。また会いましょう。ヒロでした。わーわー言うとります。お時間です。さよなら、さよなら、さよなら。